こんにちは、速稼塾の久保です。 Amazon っていうね、通販サイトがありますけども、 Amazon アソシエイトで私もね、自分の商品を販売したりとか転売に使ったことあるんですよ。でもこの Amazon アソシエイトも最近はね、いろんな業者さんが入ってきて、中には違法スレスレのことをやったりね。で、私もメールいただいたことがあるんですけども、どっからともなくメールが来て、報酬を出すんで、この商品に対して高評価星5をコメントでつけてくださいみたいに依頼が来るんですよ。で、そういうふうなね、やらせみたいなことも勧誘されたりとか、もう間違ってね、そこにね、応じてしまうと、これ大変なことになりますからね。購入してもない感想をでっち上げるようなことをすれば、その評価欄とかレビュー欄がもう信用できなくなっちゃいますから、Amazon にとっては大痛手ですよね。まあ、そう考えると、Amazon 自身が、まあ、フェイクなね、メールを送って、頼めば高評価をつけてくれる人を炙り出すみたいなこともね、考えられちゃったりするんですよ。警備の一環としてね。まあそれはしないと思いますけど、さすがに。そんな感じで、Amazon アソシエイトに限らず、まあ、YouTube でも、SNS でも、メルカリとかでもね、いきなりのね、あなたは利用規約ですよっていうふうにして、いろんな制限を受けることはあるのかなと思いますよね。まあなんせ基本的には無料のサービスを使わせてもらって乗っかってるんで、どちらかというとね、私たちは弱い立場ですよね。特にそこで何らかのメリットを得ているっていうのは、そういう立場だと利用規約っていうのは絶対に守らないといけないですしね。でも利用規約って読み切れないですよね、はっきり言ってね。利用規約変更もあるし、細かいルールもあるし、どっちつかずの書き方をしてあったりとかもありますしね。大変だなと思います。ちょっとね、ぼやっぽくなりましたけどね、ぼやきっぽく。まあお疲れ様です。今日もありがとうございました。